かと信よけ。わしが第六天魔王織田信長。わしが将軍徳川家康。あれこそは忠義の虎加藤清正。拙者陣ヶ瀬隊弥太郎。陣ヶ瀬隊東馬。我ら名古屋おもてなしチーム招待。はぁ、名古屋とここに集まりし南など明るい未来に向かって勝ち時をそれえいえいあえいえいあえいえいあこの国に夢はあるか。この国に情熱はあるか。この国に熱き心はあるか。えい我らは呼びでこの苦し時を共に歩むために。名城の石垣は天下太平の礎よ。我加藤清正。はあ、いいわ。戦では強い者は勝つ。辛抱の強い者が皆の者我が名を知りよけ。尾張名古屋海峡さん徳川家康。はあ、人間五十年下天の牛を比べれば夢幻のごとくね。ひとたび賞を受け熱する者のあるべきか。我が名は第六天魔王織田信長である。
しく。こたびは名古屋城へようつおいてくれた。改めて我らは名古屋おもてなし武将隊である。さあ皆しも名古屋城の天守もう見申したかな。まだ入ったというもの。まだまだだ、行ってないというもの。おお、なぜ行ってないんだ。信長様お待ちください。長蛇の列ができたんです。今しかないんだ。あまりの人の多さゆえに。おう、そういえばわしも言ってなかった。さらば待ってください。信長殿。信長様待ってください。待つといえばこの者たちが長きの間待っております。半蔵たちは出てまいれ。ほっ、急いで出てまいれ、急いで出てまいれ。信長殿だ、ご立腹である。さあということで、我らは愛知名古屋を発信せし者たち。そんな我らが掲げる言葉はこちらじゃ。ドドン、ようこそ名古屋へ。ようまいった。そして異国の旅に対する言葉は、バテレンゴ、ウェルカムトゥ名古屋。お、中国語でファイン、クワン、リング。よーし、通じたかな。だから早いな。ウェルカムトゥ名古屋。いやもう特に発音がすごいわ、加藤清正は。もうこれしか取りがございません。いやいや、お主は築城にも長けており、築城といえばなんとあの天守閣の石台を建てたのが加藤清正で。おー、素晴らしい。そんな加藤清正が作った天守の石台の上に乗ってある天守閣、見た幼稚者手挙げてみ。またこの空間。続いてまた見とらん幼稚者手挙げてみ。おい、なんでなぜまだこんなことやらすんじゃお前。これ振っておいてなんですが、片目を収めてくだされ。本当に本当にですか。いちいちめんどくさいのといったところで、めんどくさいことはさておいて、大切なことを、このようこそ名古屋の御旗のもと、主たちがそのからくりにて写真を撮影するがよい。よし、どうぞ。お写真撮影開始だ。いざ開始じゃ。表面から、しかと、さあ記録に収めるがよい。3つ、そしたら我ら名古屋おもてなし武将隊、服部半蔵臨場隊を拡散いたせ。よろしくお願いいたします。次はバテレンゴ、1、2、3、finished。 うわ、完璧な発音じゃないか。いや、どうか分からんけど完璧。さあこちら側参ろう。よしよし、こちら側。では続いては、服部半蔵正成参れ。パッ、3、2、1、finished。 よし、それで手を当てれば。申し訳ありません。それはそれで良いぞ。あ、ありがとうございます。感謝でございます。さあ続いてはこちら側参りますか。もう参ろう。よし、たくさん来ておるな。たくさん来ておりますな。マイヤーさんじゃ。さあでは最後、織田信長殿よろしくお頼み申す。よし、それでは参るぞ。お、3つ2つ1つ、芝居じゃ。よし、3つじゃなくまた戻りましたか。あ、戻りました。3つ2つ一つ、しまいじゃん。失礼いたしました。戦車の耳が悪いございました。さあ、よくこのみんなは真似しないように。半蔵は芝居やなんでな、そのようなこと。 ありがとうございます。足りよ。信長殿やめてくだされ。いや、すまん。いやいや、プルプルプルではないですと。あ、もっと蹴ってのやつ。ありがとうございます。やめてくだされ。あばらが数本。今日は上機嫌じゃぞ。しよかったな。まあ、また失勢となりました。余計恐ろしいですぞ。で、あるか。さあ続いては写真撮影会第2弾じゃ。さあということで、徳川家康と服部半蔵忍者隊の者たち、改めて前に出てこい。はっ、こたびは大義でやった。はっ、ありがとうございまする。さらばじゃ。はっ、そう、大きな拍手じゃ。さらば、突然来て突然帰る。やるな。言い方ですよ。忍びが実在して。呼んでは返して、自分の部下は自由だな。さあ、写真撮影かということで、はい、清正説明いたせ。はい、これよりは、好きな武将と写真が撮れ申す、写真撮影会第2弾の開始じゃ。まさそうかな。はっ、ということで、これよりはこちらにおわす織田信長様、徳川家康様、わし加藤清正、この3名の武将の中から好きな武将を1人選び、うん、その後についてもらいたい。というのが、これより我らはルシアと写真列を作るために移動いたす。よし、にその取れたき武将などについて行くこと、うん、その際の優先順位というのは、再び列車の際に話し申すがゆえに、信長様、おう、小江戸の方いたしますか。おじゃな、わしは向こう方の木陰の方に参って、赤い御旗のもとに集うがよい。では信長様、さあ織田信長様と写真が撮れたきものは、赤い旗および織田信長様の後に続いてもらいたい次第じゃ。では移動開始じゃ。
さあ続いては加藤清正の主が行くか。では加藤清正はどちらを選んで参る。奥の